笑いあふれるスプレーマン教室。自分で言ってるってことで本日は、皆さんにスプレーアート山の描き方をご紹介したいと思います。ぜひですね、この山、以前ご紹介した岩、山、岩が作れてると、この山、作れると思いますので、ぜひやってみてください。それでは、行きましょう。はい、それではですね、わかりやすいように今回は惑星出していきたいと思います。白と黒だけで描いていきましょう。わかりやすいように。まずは白。この白の下地が大事です。この白を吹き付けます。全体的に。はい、そうしましたら次は黒を吹き付けます。こんな感じでしょ。はい、はい、はい。はい、今ですね、下に白、そして上に黒があります。この状態で山を描いていきます。山を作るときに使うものは、こちらに、なります。やっぱこれだね。チラシちゃんってこのチラシを使っていきますが、まずその前に岩をやったようにですね、岩の形に白を吹き付けます。岩はこんな感じでしたけども、山はこう三角形ですので、こんな感じで白を吹き付けます。こんな感じです。白入ります。はい、これが山の形です。この岩山を作るときにもご紹介したように、この白い線を越えないように擦っていきたいと思います。こんな感じです。はい、これで白い線、岩山を作るように。この白い線を越えないように、でんでぐでんでぐでん、でんでぐでんでぐでん。でたー、簡単でしょ。この白い線を越えないように、岩山を作ったようにチラシで擦ります。こんな感じです。この白い線越えちゃうとね、ちょっと大変なんでね。はい、こんな感じで。イエーイ。じゃあここにもう一個作っていきましょう。もう一回白いきます。はい、そしたら黒入ります。はい、こんな感じですよ。はい、お山の形作ります。はい、三角形ですね。はい、そう。はい、そうしましたら、チラシをですね、この白に越えないように、こんな感じで三角形にこすります。はい、そうすると、岩山、山が完成します。はい、OK です。はい、じゃあここにはもう一個山を作っていきましょう。黒入ります。はい、そしたら白入ります。この岩のポイントも、この白がポイントになったと思います。はい。そうしましたら、このチラシで、この白い線を越えないように、上に上げて、下げる。はい、そうすると、山の完成です。じゃあ、おさらいとして、復習として、ここに岩山を作っていきましょう。はい、黒入ります。はい、そしたら白入ります。はい、そうしましたら、チラシでこの白い線を越えないように、今度は山じゃなく岩なので、こんな感じで作ってどうでしょうか。はい、それでは下に海入ります。はい、こんな感じです。はい、そしたら白入ります。優しくこすります。はい、こんな感じで完成です。ちょっとここにおまけして光作りましょうか、おさらいで。はい、光はヘラを縦に置いたら、ヘラの先端ではなく中心に、1、2、3、あ、よいしょ。1、2、3、あ、よいしょ。中心ですよ。1、2、3、あ、よいしょ。最後、はい、1、2、3、あ、よいしょ。はい、ということで本日は山の描き方をご紹介いたしました。ポイントとしましては、まずは背景を塗った後に、この白いスプレーで山の形を作りまして、三角形ですね。そしてチラシでこの白い線を越えないようにこする。ぜひですね、スプレーアート楽しんじゃってねー。イエーイ。スプレオのスプレーアート教室、このように楽しくスプレーアートをご紹介しています。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バンバン。